オンデックスは、フランスのクラシックサクソフォーン奏者、ジロンド県リブルヌに生まれ、パリ音楽院で有名なサクソフォーン奏者、マルセル・ミュールラに指示して、サクソフォーンを学んだ。その後、ディジョンの音楽院で、サクソフォーンの講師を18年間務め、1971年からは、ボルドーの国立音楽院の教授を務めており、アメリカ合衆国などの音楽学校で教弁をとることもある。 また、フランスサクソフォーン奏者協会や国際サクソフォーン委員会などの団体を設立している。100曲を超える楽曲がロンデックスに検定されており、また彼自身はいくつかの教育的著書を刊行している。ロンデックスは国際的なサクソフォーン奏者の草分けといえる人物であり、世界各地のコンサートホールで初めてのソロサクソフォーン演奏を行っている。 サックス、ミュール &CEO、ジャンピエールティオレ、H&D、2004-216、2004 ISBN2914-266-030。ありがとうございます。